まあね。もうちょい、はい、
しいディレクトシリーズ、スマートフォンをですね、音楽聴けますので、ぜひ快適な作業ができるんじゃないかなというふうに思っております。で、あと、3番目のですね、スマート化への対応ということで、こちらの特殊仕様のグッドカタシス、ちょうど見ている内側の方がグッドカタシスなんですけれども、こちらの特殊仕様のグッドカタシス、最初に先ほどお知らせしましたが、ご紹介いたしております。
さあこれまでは皆様にね、いろんな商品をご提案しておりますが、まずは今日はねこの1台をお見せいただきたいということで、まず商品を展示をさせていただいております。さあその他にもこの2023年を迎えまして、久保田の最先端の小型化といたしまして、1月末から3割ぐらい、60、65、70番機と新たに特急81と11機能が採用されたドラッカーを出しました。これまで皆さんは実現の技を行いまして、見えかけや高温作業などバッチリで行う作業で、この機械で技術機能を使っていただきますと、誰でも簡単にバッチリに、そして時間を少なく作業ができるということで、この熱中症の60番機、65番機、70番機と。
ございまして、こちらの新しい手がけたレクシオシリーズから直進アシスト機能新機能が搭載された。何のついていい感じになるかなってなるって思う。スイカ下がこう上まで上がれないわけかと。上げたらこのドローン足りるんで難しいね。ドローン減らさない、減らさない、減らさない、覚えとって。ノンツン覚えとって。ちょっと開けくれただけ。ちょっと開けただけ。さっき円盤のロータリーに穴もわからんもんだろうと思って。違う違う違う。はい、あそこでわかりにかっちゃうね。円盤の方。ドボンついたらわからんもんってなるけど。円盤の方もちょっと上げとかないと。今まで一発で一発で一発でいかない。次がシャーピーを使って、ちょっと。どっちやったら標準よりちょっと上げたいな。ちょっと。今下がっとった。上げとった。下げないからね。ちょっと上げね。ああ、なるほどね。ちょっと上げたったら。まあ、ちょっと上がっとる？いや、うん、今ちょうど。どっか見ればよかった。今ちょうど。見る場所によっては高さが全然。だから普通に合わせてよかったのかね。ほんまに。そこが標準や。
Oh, my God.